外部サイトをこまめにチェックしたらお得ですよっていう話もします。週刊スチーム通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いやー、毎日暑いですね。そして夏休みが始まりましたね。なんかね、夏休みが短縮されてキッズウィークなるものが登場すると大型の休みが分散されるらしいですね。まあそれがいいか悪いか、まあね、夏休みなんかもみんなぼーっとしてるだけでゲームしたりしてるだけなので、まあそれも一つありな政策かなとは思いますが、皆さんいかがでしょうか。まあ、夏休みだからこそこう長期の旅行ができるとか、友達とゆっくり遊べるとかっていうのがあるかもしれませんが、ね、Steam も家でやり放題ですし、まあいいんじゃないでしょうか。まあざっくりした話ですが、はい。で、Steam の方なんですが、結構ね、ウィークエンドの無料プレイ Doom が来たりなんかするせいもあって、売上上位の順位が目まぐるしく変わってるんですよね。はい、長らくね、PUBG と13日の金曜日が1位2位でワンツーフィニッシュしてたんですが、はい、結構ねダーク&ライトが入ってきたり、まあ、キングダム&キャッスルズで、今無料プレイのドゥームなんかが上位に入ったりしてね、スカイリムとかこんな懐かしいオープンワールドのゲームも売上上位に入って出たりしますね。トムガンシーシージですね、シックシージ、この辺が入ったりしてますね。まあ結構夏休みに入ったので、よし今までできなかった時間があるのでオープンワールド系のゲームやるぞっていう、そのみんなの夏休みに対する意気込みがこの売上上位に反映されているのかなとちょっと思ったりもしましたが、いかがでしょうか。ダーク&ライトについてはいきなりほぼ不評の評価になってますが、はい。で今回ですね、その、Doom の期間限定無料の他にちょっと自分が以前に紹介した外部サイトでハンブルバンドルというサイトがあるんですけど、そこで今無料のゲームが、ピックアップされていましたので、そのちょっと導入の仕方だけ最初にご紹介しようかなと思っております。ユーロチャンネル、まあ、ハンブルバンドルでもハンブルストアでもどちらでもいいと思うので検索してみてください。でこのハンブルストア、ここのストアの右上のストアのところを押すと、今シャドウウォーリアがなんとフリーという、まあ、よくハンブルストア、まあ、よくじゃないな、1ヶ月に1回は結構無料で手に入れることのできるセールをやるんですが、今回タイミングのいいことに来てました。それが終わる時間もここに書いてあるので、1日とあと9時間ですね、ここを見ながらですね導入していただければなと。はい。でハンブルストアの新規登録なんですが、そんな難しくなかったと思います。多分、まあログインして、ログインのこの右上のとこを押してですね、新しい、ニューアカウントを作るっていうところをクリックして、メールアドレスと、パスワードを決めて、その送られてきたメールアドレスのリンクをクリックするとサイトにサインインされるという流れ、まあよくあるやつですね。その流れでいけると思うので、なんかこう英語を解読しないといけないということはないのでご安心ください。先を急ぎましょう。で導入も簡単で、このシャドウウォーリアのページのこのADD to cart、 まずカートに入れます。はい、そうするとここが1になりますよね。まあ、これはネットで買い物するときによくある光景ですが、でここをクリックします。はい、するとトータル0円ですよと入っています。で、get for free、 ここをクリックするとですね、はい、プロセッシング your order ということで、はい、でプレビュー your mail、 はい、ここにプレビューが出てきます。でここに、ダウンロード now というボタンがあるので、そこをクリックします。
はい、ダウンロードナウをクリックします。すると、一番下の方にですね、 Steam のページとリンクさせるものがあります。そうすると、ここでリンクすることができます。コードが出てきます。コードをここでコピーして Steam のクライアントの方ですね、ゲームクリックして、そして Steam でアイテムを有効化する、で次へに行って同意する、そしてさっきのコピーしたやつを貼り付ける、で次へ押すと、そうするとシャドウウォールが出てるのでこれをクリックして完了すと、すると、ライブラリーのゲームのところにまだここでダウンロードしてないですけどね、シャドウオーリア入ってるはずです。はい、シャドウオーリア入りました。まあ、この状態でいつでもこのクライアントからダウンロードできる状態です。はい、ここでインストールを押したらいいだけですかね。はい、これでなんとシャドウオーリアが遊べるという、はい、実際買えば4000円しますからね、お得ですよね。はい、ぜひシャドウオーリア無料なので遊んでみてください。はい、ここからはですね、自分がネイバーでまとめたこの1週間の Steam 最新情報をぶち込んでいきたいと思います。はい、今回も盛りだくさんありましたよ。まずですね、この PV ですが、ドラゴンズドグマシリーズのリマスター版がですね、10月に配信することが決定しました。はい、本作は2012年に発売された心臓を奪われ、各社としてかな、ドラゴンを討伐する冒険へ臨む物語を描くドラゴンズドグマと、その続編として2013年に発売された、これ邪魔ですね、ドラゴンズドグマダークアリズンの2つの物語を高解像度 1080p の解像度で、PC 用に最適化した作品ですよと。心臓を奪ったドラゴンを倒す運命を課せられた者、各社の壮大な冒険を描くドラゴンズドグマの物語、皆さんもう知っておりますよね。その後、待望の続編として登場したドラゴンズドグマダークアリズンで追加された大規模コンテンツ黒樹島を舞台にしたもう一つの物語も収録されてますよと。はい、オープンワールド RPG にありがちな敵との間合いが勝負を決める戦闘ではなく、コンボや回避を交えた駆け引きや、敵へのしがみつきなども交えたダイナミックな戦闘を実現していると。はい、でドラゴンズドグマダークアリズンでは第1作目を全ての要素収録することに加えて日本語がフルボイス化され、ここも嬉しいところですよね。新たな冒険の舞台が登場する、さっき言いました。はい、価格はプレイステーション4パッケージ版が4000円、プレイステーション4ダウンロード版が3694円、箱版が3700円。はい、ここまで関係ない情報でした。はい、 PC ダウンロード版、ここですね、3694円、だから一緒ですね、プレイステーション4のダウンロード版と。まあそりゃそうですよね、差別化図ってもしょうがないですからね。はい、こんな感じで、で今現在ね、まだ Steam ページは来てないんですが、はい、楽しみなタイトルではないでしょうか。ね、ウィッチャーとかね、ダークソウルとか、スカイリムとか、いろいろこのファンタジー系オープンワールドありますが、ドラゴンズドグマも来たかと思ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。面白そうだな、これ。絶対これ流行るわ。ネットで盛り上がりそう。はい、ドラゴンズドグマ、ダークアリズンの発売が決定した、10月に配信されますよというニュースでした。で、次ですが、スマブラを意識した対戦ゲームアイコンズかな、コンバットアリーナ、アイコンズコンバットアリーナが、配信される予定だと。でこれは基本無料タイトルとしてリリースされるということが決まっています。これは、大乱闘スマッシュブラザーズ以下スマブラシリーズを改造する非公式プロジェクト、プロジェクト M に舌が回ってねえわ、携わっていたスタッフを中心に構成されているとね。このプロジェクト M ってスマブラのね、
あのなんか改造コードみたいなのを公開して物議を醸したそういうチームですが、開発チームですが、はい、スチームではすでに、バルハラや、リベラルズ・オブ・アザーかなといった、2D のスマブラクローン対戦ゲームがリリースされているが、アイコンズはより本格的なクローンになりそうだ。クローンなんかい。まあね、そういう改造コードの開発会社がやってるぐらいですからね。はい。これも楽しみなタイトルではないでしょうか。まあ、結構、チンケな、この 2D、落としゲームっていうのはあるんですが、はい。本格的なスマブラのクローンは初めてじゃないでしょうか。で、続いてですが、バトルシーンが魅力のビジュアルノベル、ユキエが配信開始されました。これはね、ツイッターでつぶやいてたのかな？近日公開中の日本語タイトルいっぱいあるよみたいな感じでつぶやいてた中の一つですが、色欲、日常侵食ホラー、継ぐの日など数々の名作アドベンチャーゲームを開発してきたアイムシアン氏による戦闘付き和風アドベンチャーゲームユキエ。本作は世界を永遠の冬に覆い包み人々の命を奪うユキエと、そのユキエに見染められた、一族の末裔である主人公ユキジとの因縁を描いた和風アドベンチャーゲームと。だからノベルゲームでありながらアドベンチャーの要素もあると。はい。美しいビジュアルノベルタイトルですが、ただ物語をなぞっていくだけではなく、画面上のマークや、音を頼りに戦う戦闘ある、迫力ある戦闘シーンも魅力の一作となっていると。面白そう。ユキジはユキエに敗れた先祖の無念を帯びた刀の声を聞き、引き抜くことで、先制攻撃できる技、方向キー入力で敵の反撃を防御する技など様々な技を習得していくと。面白いですね。ビジュアルノベルと戦闘が一緒になったゲームというのも。はい。で、これが、今、発売後ということで 10% オフで購入できます。はい。いくらなのかな ?10% オフの、298円。もうあれか、これ 10% オフになってませんね、今。はい。定価です。298円。まあでも298円なので、お財布に優しいのではないでしょうか。というか、これワンコインディーでやったらいいじゃん。ねえ。ワンコインディーでやりますか？はい。買うことね、しようかな。はい。ちょっとわかりませんが、まあ、あんまりいい加減なこと言ったらダメですね。すいません。はい。ユキエが発売されています。はい。続いてはですね、さっき、売上上位にも来ていたダーク&ライト。まあ、ね、最初からもう不評の評価になってましたが、早期アクセス版が登場したというニュースです。はい。PC 用ファンタジーサンドボックス RPG、今流行りのやつですね、サンドボックス。はい。ダーク&ライトの早期アクセスを2017年2月、7月20日ですね、昨日ですね、開始したと。はい。このゲームではプレイヤーは、魔法とモンスターが溢れる神秘の世界で生きる。この世界では魔法パワー、探索、サバイバルなど様々な試練や挑戦がプレイヤーを待ち受けている。まあ最近多いですよね。ただサンドボックスな感じだけじゃなくて、こういうサンドボックス以外の戦闘、アドベンチャーをこう重視したサンドボックス系のゲームって結構出てますよね。はい。フリーフィールドで冒険を始め、伝説の生物を鳴らしたり、魔法を研究したり、お城を作ることも全てがプレイヤーの自由と。面白そうだな。なんかこういうダーク系のファンタジー物語の中で自由度が高いっていうのも面白いですね。はい。Steamのストアページによれば、インターフェースと字幕が日本語に対応する形となっている。見てみましょうか。まあ日本語とに対応してるので、売り上げ上に来てたんでしょうね。はい。まあ早期アクセスなので、これから長い目で見てください的な感じなんでしょうね。はい。今 17% オフの2473円で買えます。あ、でもこれ日本語ないですね。どうなんでしょうか。レビューを見てみましょうか。あ、でも結構同時アクセス4111。序盤少しやりましたが非常に重い。あ、だからか。よくあるやつですね。早期アクセス。PUBG もそうでしたが、重いとこう評価につながらないっていうね。はい。日本語対応の文字もいつの間にか消えており、さすがにやる気はなくなりました。あ、そうなんだ。はい、らしいです。はい。日本語化できそうなので、有志でやってますよっていう宣伝もありますね。はい。まあまあ、何せ、早期アクセスバージョンなので、そこは多めに見てくださいっていう感じなんですかね。はい。ただ、ね、
日本語化が約束されているので約束が守られていない、まあ不評になるわなっていう感じですが、はい、まあ、これからに期待の作品ではないでしょうか。続いてですが、北米向けタイトルとして挙げられていたフェイト、エクステラかなの日本語対応が判明しました。はい、マーベルスが開発し2016年11月にプレイステーション4ビータ向けに発売されたアクションゲーム、フェイト、エクストラ、本作はフェイトシリーズ初のアクションゲームで根強い人気を誇るシリーズの新章であると。はい、フェイトエクストラのエキストラのサーバントだけでなく、フェイトステイナイト、フェイトアポカリアポカリファかな、フェイトゼロやフェイトグランオーダーなどシリーズのキャラクターたちも参戦と、歴代のサーバント16機が作品の枠を超えて登場しますよということが書かれています。はい、シリーズ原作者であるナスキノコ氏面白い名前だな、ナスキノコ氏美味しそう、フェイトエクステラのために新規シナリオを執筆しているなど、シリーズファンにとっては嬉しい要素も収録されていると。はい、スチームページ見てみましょうか。はい、2017年7月26日に発売される。おお、なんか無双シリーズっぽいなね、なんかそんな感じしますね、このプロモーションビデオ見る限りでは。はい、でまだ、金額は書かれていませんね、いくらかで。日本語はインターフェース機械が日本語なので問題はないでしょうね。はい、そんな感じです。はい、金額はちょっと分かりません。はい、フェイトエクステラでした。はい、続いてですが、風来の試練から影響を受けた RPG、タングルディープかな、すいません、ちょっと英語間違ってたらすいません、タングルディープ、プレイヤーはまずジョブと特性を選び冒険を開始すると、ブリガントを選べば罠を仕掛け後ろからモンスターを攻撃しやすくなるといった狡猾なプレイが可能と、ハンターは、罠を事前に察知できるようになりミスを防ぎやすくなる、スペルシェイパーになれば呪文を自身でカスタムして発動することが可能など、うわーそういうことか、カスタムしていくゲームなんだ、どのようなプレイスタイルを選ぶかはプレイヤーの自由だと。ゲームデザインとしては手強い難易度ながら事故やアクシデントは少ない、難しいが予測できるタイトルを目指して開発されていると、はい、あ、こういう感じでアイテムを生成して作ってそれを試したり自分で呪文を唱えたりできるという感じなんですかね。へえ。で、これの日本語のローカライズなんですが、開発スタッフの一人である人に尋ねたところ、すぐにとは言えないがおそらくやる微妙だな、すぐにとは言えないがおそらくやる。開発スタッフはみんな JRPG のファンであり、特に日本のプレイヤーにゲームを届けたいんだ日本の皆さん、はい、もう大好きです大好きです。はい、断言はされなかったが優先的に着手する事項として考えられるようだですって。なので、はい、これはぜひやってほしいですね。あ、なんか流行りそうだな、こういうなんか自由度の高い 2D 系のね、まあテラリアとかリムワールドとかとはまた違うんでしょうが、はい。で、今 10% オフですね。いくらなのかな ？10% オフの1332円で購入できます。はい。まあでも英語なんでね、はい、その辺は加味して。早期アクセスだっていうことも加味しないといけないかもしれませんね。はい。で、これなんですが、あまり知られていないんですが、実はマイクラのストーリーモードがスチームで出てるんですね。はい、そういうニュースなんですが、はい。まあ、ストーリーモードの第2弾が出ましたよっていうことなんですが、はい。日本ではあまり知られていない情報なんですよね、これって。はい、マインクラフトストーリーモードはマインクラフトを開発している会社の協力を得て制作されたスピンアウト作品で、マイクラの世界で仲間たちの物語を進めていくアドベンチャーゲーム。だからマイクラはこれ遊ぶことができないんですよ。最初からマイクラのキャラが動いているアドベンチャーゲームですよね。もう世界も構築されているアドベンチャーゲームですが、その第2弾は5つのエピソードからなり、現在最初のエピソードであるヒーローイン
レジデンスかなをプレイすることが可能ですよということです。はい、マイクラの世界観が好きな人はおすすめのタイトルかもしれませんね。まあでも残念ながら日本語はローカライズされてないのかな。はい、まあそのあたりが結構人気のない一つの要素となっているかもしれませんね。はい、まあ結構映像だけでもストーリーを終えるのかもしれませんが、はい、マインクラフトのストーリーモードの、情報でした。で次ですが、メイジスから8月1日にバレットソウルの新しいバージョンですね、インフィニットバーストが出ますよというニュースです。はい、メイジスは昨日ですね、熱血縦スクロールシューティングゲームバレットソウルインフィニットバーストの PC 版を Steam で8月1日より配信すると発表しましたよと。はい、でこれは積極的に攻撃することで活路を見出す、従来のシステムを継承しつつ新システム合体バーストを搭載したと。はい、超破壊の爽快感を味わえるバーストモード、バレットソウルのゲームシステムそのままで、バランス調整を施されたノーマルモードとキャラバンモード、圧倒的火力で超破壊の爽快感を味わえる無双モードが楽しめると。はい、まあ、バレットソウルは縦シューの中でも本当にこう爽快感のあるたまらないシューティングゲームだと思うんですけど、はい、で発売開始から1週間は 20% オフで入手できるほか、4月に配信開始となった Steam 版バレットソウルを購入している人はなんと 30% 分をさらに割引すると、つまり半額になるということが書かれています。はい、まああれでありましたよね、ベオネッタと、あれ何でしたっけね、ド忘れした、バンキッシュか、一緒に買ったら安いですよっていうあれですね。はい、でこれが8月1日に出るのですが、まだ割引されているという情報だけでいくらかっていうのは書かれていない。さっき載ってましたかね、載ってないですよね。はい、まだ、価格は未定なのですが、割引は決まっているという感じですね。はい、はい、で、次ですが、個人的に、結構楽しみなタイトルが入ってきたなと、これ今日入ってきたニュースなんですが、伝説のゲームブックファイティングファンタジーが復活しますよっていうニュースなんです。はい、ノマドゲームスは、新作タイトルファイティングファンタジーレジェンズを2017年7月28日にリリースすると本日発表したと。ファイティングファンタジーはスティーブ・ジャクソン氏とイアン・リビグストン氏により創設されたゲームブックの古典シリーズであると。はい、で新しい、ファイティングファンタジーでは剣と魔法の技量に加えてダイスの運が必要不可欠と。はい、今これ出てますね、ダイス。プレイヤーがもし原作本を読んでいれば、全ての物語が噛み合った新しい冒険を体験することができるかもしれません。そしてプレイヤーの運命を決める様々なカードは冒険をさらに意外性と深みのあるものに仕上げてくれると。はい、で今回のこのレジェンズでは同シリーズから、火吹山の魔法使いかな、盗賊都市バルサスの要塞だから原作を知ってる人ではもう眉唾ものの3作品なんでしょうけど、それをベースに作られていると。で、コーラスワールドワイドの手により日本語化もされているということで、スチームページ見てみましょうか。日本語化されているっていうのがまず嬉しいですよね。はい、7月28日に発売されると。はい、インターフェース日本語英語フランス語ありますね。はい、これも気になるタイトルの一つですし、こういう独特のゲームブックを元にした洋芸が好きな人はたまらないのではないでしょうか。ゲームブック昔流行りましたけどね、これ海外のゲームブックってあまり知られてないんですが、はい、楽しみなタイトルじゃないでしょうか。はい、ファイティングファンタジーレジェンズが、4月28日にリリースされるというニュースでした。以上、まあ、今回も盛りだくさんでお届けしましたが、いかがだったでしょうか。まあ、バレットソウルの新シリーズが出たり、あまり知られていないファイティングファンタジーやマインクラフトのストーリーモードもありましたし、はい、ドラゴンズドグマシリーズのリマスター版も出ますし、
割とオープンワールド系の対策から 2D の、カジュアルに遊べるものまで幅広いラインナップがあったんではないでしょうか。もうすぐですね、夏に開催されているゲームスコムですね、E3 東京ゲームショーと並ぶ3大ゲームショーですが、ヨーロッパで開かれているんですが、毎年夏にその情報も結構入ってきつつって感じだと思うので、これからのまた週刊スチーム通信期待していてください。 E32017 で発表したのの続報なんかも多分届くと思うので、はい、また週刊スチーム通信やひょっとしたら特別に動画も設けるかもしれませんが、期待していてください。はい、以上いかがだったでしょうか。この間のねサマーセール2017が来た時にオープンワールド系の超大作を買って夏休みやるぞと意気込んでおられる方も少なくないんじゃないでしょうか。はい、今慌てて買ってる人もひょっとしたらいるかもしれませんよね。まあ、いずれにしても、まあ、時間があるので時間があるなりのゲームをやりたいところですが、またそういうゲームもですね、実況していきたいと思いますが、どうなることやら、自分自身の時間はあるのかどうかっていうことですね。まあ必ず火曜日と金曜日は動画を上げますけど、はい、まあぼちぼちやりたいと思います。ジャストコーズのねモッドも出ましたしね、はい、どんどんこれからやっていきたいと思いますので、また、チャンネル登録、そしてもし少しでも頼みになったらグッド評価の方お願いしたいと思います。 Steam での情報を、毎週配信しているチャンネルは多分ここだけだと思うので、まあ週に一度でもちょっと覗いてみようかな程度な感じでね、気軽に遊びに来ていただければ本望です。では夏休みの間スチームゲームを楽しみましょう。ユーロでした。バイバイ。シャドウウォーリア無料でゲットしてね。